はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第113回でございます。で、今回はちょっと特別な回として、タイトルにもねありますけど、登録者10万人達成したので3年5ヶ月を振り返ってみたという感じで喋らせていただきます。で、今日11月1日ですね。で、珍しく撮影してるのも今11月1日の昼過ぎに今喋ってるんですけど、今日の朝ですね、携帯の方でチェックをしたら、登録者が10万飛んで50人ぐらいだったかな、ツイッターでちょっとアップしたやつは。ということで、本日ね、11月1日、登録者10万人届くことができました。まずは本当に登録いただいている皆さん、そしてね、動画を見ていただいている皆さん、ありがとうございます。以前からね、その登録者10万人の記念イベントの話はずっとしてるんですが、ちょっとね、イベントが先立ってしまって、で、まだ10万人は達成してなかったんですが、2015年か、今、11月1日はね、今日達成することができたと。で、自分のこの動画の活動はね、2012年の6月1日からなんです。同じ1日なんですよ。だからちょうどぴったり、3年5ヶ月かかりましたけど、なんとかね、ここまでやってくることができました。なので今回は、勉強の話とかなんもないっす。本当この3年5ヶ月、どんなことがあって、どんなことを思ってきたのかと。で、あとはちょっとイベントの話も最後は少ししますけど、そんなことをダラダラと喋っていこうと思います。身になる話ではないので、こう勉強の休憩の時とか、あとはこう、保護者の方もね、よく聞いていただいてるので、こう、家事をしながらの片手間とかでね、ちょっと聞いてもらえたらいいと思います。本当真剣に聞く話ではないんですけど、もしよかったらね、お付き合いください。ということで、改めてです、噛んでる。改めてですけど、登録者ね、10万人いきました。2015年、今年の目標の1個はね、YouTube チャンネル登録者10万人だったので、いったね、よかった。この目標を立てた時はね、当時、1日何人ぐらい増えてるってペースがあるじゃんか。それで計算しても絶対に達成できない数字だったの。で、基本的には達成が難しい目標を毎日、毎年ね、掲げてるので、もうほんと四苦八苦しながらだったけど、ね、みんなのおかげで、なんとかね、達成することができました。で、ちょっと振り返った時にさ、さっきも言ったように、2012年の6月1日から始めたわけですよ。この動画をね、勉強動画をアップするっていうのを。で、今は、YouTuber っていう言葉がね、すごい根付いてて、その広告収入でお金をもらえると。一つの仕事の一つとしてね、確立し始めてますけど、実は自分、最初の1年間、そのね、広告収入のことを知らなくてね。だから最初の1年間は全くもう動画上げるけど、1円ももらわないっていう生活をずっとしてて。でもある時、知り合いの方が、そういうシステムがあるんだよって。どうせやるんだったらやってみたらって言われて、始めて、で、今に至る感じ。なのね。で、その当初始めた頃、今ね、一番最初の動画もいつも言ってるようにまだ残ってるんだけど、YouTube に検索すれば出てくるんだよ。俺のひどい動画。最初の頃はね、本当にひどい。もう俺だったら絶対見ないもん。こういうの授業ダメだなっていう。でもなんで残してるかっていうと、いつも言うように戒めのためだね。そっから始めたんだよ、お前はって。で、そのスタート地点のダメなことを知って、ちゃんと受け止めて、でも、そっから逃げずに、こう、もっといいものに、もっといいものにって、自分を見つめて、変えてって今に至ってる。でも、授業なんて完璧なものなんて絶対ないから、100% も完璧って、絶対ない。そんな授業にたどり着いてる人なんていないと思ってるし、自分でそう思うのは自由だけど、教師側がね。でも、やっぱりもっともっとって、ベストがないんだったら、ベターなもの、より良いものをって、やって3年5ヶ月駆け抜けて、今に至る感じだね。で、最初の頃さ、前も話してるけど、本当に叩かれてね、いろんな人に、特にね、この教育関係の人にね、当時は YouTuber なんて言葉は、ね、全然なくて、人気の YouTube 上げてるね、YouTuber さんもいらっしゃったけど、もちろん。でも、そこまで、なんつうんだろうな、存在感というか、そこまで知られてなかったんですけど、でも、邪道だと。ね、教育者にとってあるまじき行為だとかいっぱい書かれたし、勉強動画なんかこの YouTube に上げて人気になるわけねえだろバカとかね。心にないことこういうのやるとね、もう傷つくことたくさん書いてくださって、いろんな方が。でもやっぱりね、心折れそうになったよ最初は。もうなんでだろうって。で、今思えばちょっとこう自分を、おごってたんだろうなと思うんだけど、
最初の頃はね、もう純粋にお金をがもらいたくてじゃなくて、なんつうんだろう、本当にこう貢献したいと、子供たちのために、子供のためにみたいな、もちろん今でもそこは変わってないけど、でやってるのになんでこんなこと言わなきゃいけないんだろうって、そう、すごい思ってて、でしかも見てくれる人もね、すごい少なかったから、多分当初は最初の頃なんて1日ね10回20回の再生回数ですよ。でいつも言うように俺が10回ぐらい見てるわけだ、そのなんだチェックするために、あれっつってほぼないじゃんみたいな、そう生活がずっと続いて、でもちょっとずつちょっとずつ増えてって、でコメントをねもらえるようになって、もうほんと当初は1日1人来るか来ないかのコメント数だったけど、分かりましたとかさ、できるようになりましたって、でそれが増えていくと成績上がりましたって、で6月1日から始めてるから、2月3月に初めて受験期があって、もちろん俺はね絶対返すことは決まってるんだけど、みんながハイチさんのおかげで受かりましたって、合格しましたって言ってくれて、で俺はいつもみんなに違うよって、頑張ってきたみんなの成果だからって、自分を褒めてあげてとか、あとは支えてくれたご家族の方にちゃんと感謝の言葉言うんだよとか、そういう話をいつもするんだけど、なんかこう心が折れそうな時ほどそういうあったかい言葉に支えられて、こうやって3年5ヶ月やってこれたんだよね。今でももちろん心ない言葉、まあ、たくさんもらうし、でも当初よりは少なくなったかな、だいぶ。うん、でもやっぱりこうやってついてきてくれた方がいてね、でもう3年経ってるからさ、もうみんながやっぱ見てくれた子たちも中学生だった子たちは高校生になってるわけだよ。で当時高校の動画なかったから、中学生と小学生しかなかったからさ、中3の時に見始めてくれた子たちなんかはもうね高3なわけですよ今。そうやって時間が経ってって、でなんだろう、一部の子たちは同じような活動をやろうと思ってますって、将来先生目指してるんで、こう教え方を上手くなりたいんでとか、そういう風にね言ってくれる子もいたりとか、いろんなことがこうと当初全く想像してなかったようなことがたくさん起こってる今ね。だから続けてきてよかったなっていうのはもちろん思ってるし、でも今こう3年後で、まあ、約3年半ね経ってみて、初めてこう30、まあ、30歳だけど俺、まあ、30歳なんだけど、30年生きてきて初めてすごい実感してるのは、やっぱり努力して継続してったら自分が想像もしなかった未来が待ってんだよね。実は俺塾講師の時からね、あることを考えてて、でその時 YouTube で上げようなんてみじも思ってないの。 YouTube に上げたのは塾講師を辞めて1年後なんだよ。俺1年間空白の期間があるから、もうなんかね、もうどうすればいいんだみたいな、そうそう悩み狂ってた時期があるんだけど、で塾講師の時からやっぱり俺個別指導塾にいたので、集団塾より月謝がすごく高い、もう講習会とかめちゃくちゃ高いのね。まあ集団塾も高いとか高いけど、それはさ、でもやっぱり教育にお金がかかるのもしょうがない。で特にいい先生の授業であればあるほど月謝が高くなるとか、特に予備校とかそうだね、やっぱりとっていう、そのいい先生とその月謝というかお金が比例して上がってしまうっていう、で自分はそれがすごく嫌でしょうがないとは思ってるの。ダメだとは思わないけど嫌なの俺は。でなんとかして子供たちにね、に勉強する機会を増やせないか、自分たちの意思だけで選べないかって、だから本当究極のテーマとして、子供たちからお金をもらわないで教育を提供できないのかってすごい思ってた、塾講師の時から。でも生きるために、特に今自分は家族がいるから、家族を支えるためにもお金は必要なんだよね。そのバランスって絶対無理じゃん、矛盾なこと言ってるから。お金は稼ぎたい、でもお金を無償で子供たちに教育を提供したいっていう、それをずっと考えてて、でその1年後ぐらいにふと、俺 YouTube 見るのは当時からすごい好きで、そうそうそう、当時からいろんな方の動画見てたからさ、ふと思ったんだよね、あれって俺自分で授業してここにあげたら、もしかしたら見てくれる子が増えてっていうこと思ってたの。でもちろん最初さっきも言ったようにね、そのお金をもらえるシステムは分からなかったけど、それを1年後に教えてもらった時に、おたけのお金はもらってる、でもお金を払ってるのは見てくれてるみんなではなくって、そのスポンサーだからさ、って広告料を払ってる会社だから、他の企業
そう、だからそこで結局お金もらってるからよく偽善者って言われるんだけど、俺は。そう。で、でもそこは別に割り切ってるから、そんなことないんじゃないと思ってるんで、俺はね。ってことは、自分があの当時、目指してた形に近いものはいけるんじゃないかって思って、その1年後に、そのパートナーね、パートナープログラムかな？ YouTube の参加させてもらって、そのお金をいただくようになって、で、今に至ると。で、ね、ほんと当時と想像もしなかった自分が今年ねやった中学校とか高校に行って講演会をさせてもらったりとか、テレビに出るとか、ね、まあ、今年はねテレビタックルに出させてもらったり、まあ、地方のねテレビも何回か出させてもらってんだけど、多分一番はテレビタックルに出させてもらったりとかね。で、本にインタビューを載せてもらったりとかさ、いや、もうそんなん想像もしなかったよ、あの頃。だから、で、始めた頃、1万人行きたいなってすごい思ってて、なんとなく。でも、1万人達成して、次3万人って、3万人達成して、で、今年10万人って言って10万人達成することができて、もう想像がつかない、正直、10万人って。もちろん、10万人全員の登録してくれてる方が、ずっと見てくれてるわけではない。もちろんね。それは分かってる。でも、一つの、表示してくれてる数字として、なんか、自分育ったのがすごい田舎の町なの。もう当時村だったんだけど、だそこの人口が多分1万人ぐらいの 町だからさ、育ったところよりも10倍かとかさ思ったりとか、やっぱりね、当時言われてたように教育のチャンネル、 YouTube で教育なんて絶対に流行らないと。でもそんなことねって、いいものをこだわって子供たちのためにって本気で撮ったもの続けてったら絶対に広がっていくって。で、俺は子供たち、学生のみんなの口コミ力っていうのはすごいものだと思ってて、大人が口コミするよりも横に広がっていくと。だから広告も一切打たずに、見てくれた子がこの授業分かりやすいよって思ってもらえたら広がっていくって。って言って、まあ3年5ヶ月もかかっちゃったけどね。そう。いや、もっと早まったかもしれない。もしかしたら広告とか打っててもね、違ったかもしれないけど。でもまあこうやって今ここに立ってることができる。だから、正直、なんていうのかな。胸いっぱいなんだよ。もう今。今喋りね、無計画に喋り始めたけど、ダラダラジオ。本当に胸いっぱいでね。純粋にやってきてよかったと思う。本当に。この活動をしてなかったら、俺こんなにありがとうもらうことなかったもん。一塾講師だったり、あとは塾講師辞めて他の会社で働いてもそうだけど、もちろん顔の見えない世界だからさ、嫌なこともたくさん言われるよ。それはしょうがない、この世界だから。でも、子供たちのためになりたいっていう一方的な思いから始まって、それに子供たちが応えてくれて、ね、たくさん毎日分かりやすかったですとか、ね、逆にもちろんね、逆の意見もあるけどさ、ありがとうございましたとか、っていうのを言ってもらえるから、やってきてよかったと思うし、これからも、一層だよね。ほんと一層、もっといいものをって、思って授業を取っていきます。超無計画で話したからね。そう。でも本当胸いっぱいなんだ、今は。でも、ここ通過点だから。もちろん2015年の目標だったけど、まだ10万人は通過点なんで。これからは、やっぱそうだね、もっと多くの子たちに見てもらえるように。そして、前にも話した、やっぱり悔しいコメントの中の一つ、特に一番悔しいかな。もっと早く知りたかったですって。いう子を減らすためにも、もっとね、広めていけるように頑張ります。まあ、最初にも言いましたけど、まず登録いただいている皆さん、そして普段ね、この動画を使って利用していただいている皆さん、本当にありがとうございます。まだまだ人としても、教育者としても、本当に未熟です。まだまだね。でも、もっと良くしていこうって、手を抜かずにいこうって、
そして本当子供のことが大好きなんだよ俺。子供たちのためになりたいっていうその気持ちだけは誰にも負けずに、そしてもっといいものをっていうそのね高みを目指す感じの気持ちも誰にも負けずにやっていきますんで、今後もどうぞよろしくお願いします。はい、ちょっと長くなっちゃったね。で最後にイベントの話をちょっとします。でまず記念イベントをねこの前締め切らせていただいたんですが、去年よりも圧倒的な多い数の応募本当にありがとうございました。これ撮ってる現在まだちょっと調整中なんですけど、あらかた会いに行きます企画の方は決まりました。で多分このダラダラジオをアップしてる、まあ、今日の、ね、11月1日の20時にアップしてますけど、その時間までには大体の方には連絡がいってると思います。ただルートの関係でちょっと近くのこの駅まで来れますかみたいな相談で送ってる方もいらっしゃると思います。なのでちょっとまだ決まってないですし、もしかしたら後から追加とかも起こるかもしれないんですが、ひとまず、このラジオがアップしてる現在に送ってる方が大体当選された方かなと思います。で正直なところですね、今年、2泊で行きます。21、22、23使っていくんですけど、で23日も回るので、まあ、ほぼ3日で回るんですが、会う方は去年よりもちょっと多いぐらいしか会えないんです。でなぜかっていうと、今年は北から、東、西と、去年西日本もほとんど中心で、まあ、西日本の方しか行かなかったんですけど、今年は上から下から、はい、本当に日本全国を回る感じで行きます。行けるとこまでですけど。なのでもう移動時間がめちゃくちゃ多いんですよ本当に。なのでちょっと会いに行ける方が多くなくて、正直もう落選された方しか、落選された方が圧倒的に多いです今年。でも去年もそうでしたけど、すごい長文で書いてくれて本当に会いに行きたいって思っても、ルートの関係でどうしても行けない方とか、あとはその時間指定を書いていただいてたんで、その日じゃなければっていうこともすごくあって、そう本当に申し訳ないんですが、まずね応募いただいたこと本当にありがとうございました。でいずれこうもっとね本当に大きなイベントとか、例えばね西の、まあ、大阪でイベントをやるとかっていうことができるようになったら、もうちょっとね皆さんが会いに来て、皆さんと会いやすい状況ができたらなと思います。はい、そのためには頑張んなきゃね俺がね。はい、なので本当にねイベント参加とか応募の方ありがとうございました。では今回はハイチのダラダラジオ第113回、テーマ登録者10万人達成したので3年5ヶ月を振り返ってみたという感じで喋らせていただきました。今回もねここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。で次回のテーマなんですけど、本当は今日ですね、まあ変更になるかもしれないんですけど、期待されることについてっていうテーマで喋ろうと思ったんです。期待されること、期待されないことっていう。でもちょうどね今日10万人達成したんで、こっちを優先させてもらったので、次回そのテーマになるかもしれないです。はい、でもこの時期ね相談がたくさんいただいてるので、ちょっとずれたりとか違うテーマになるかもしれないんですが、もしよかったらね次回の方も聞いてみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。